バレスター N バレスターは、かつて、日本電機が発売していた、デスクトップパソコンのブランド。企画、開発、製造は、NEC の関連会社である NEC、パーソナルコンピュータが行っていた。2004年春モデルで発売以来初めて、ブランドロゴが変更されて2代目に移行した。PC-9821 シリーズの個人、家庭、スモールオフィス向けモデル。 1995年に Windows95 登場を機に98名とバレスターとして発売。従来の PC-9821 シリーズとは異なり、オフィスソフト含め多くのアプリケーションソフトをプリインストールしているのが特徴。これは当時同コンセプトでヒットした富士通の FMVA 対抗措置として企画されたものである。本体の機能的には、 当時の主力機種であった98メートルに近いが価格を抑えてある関係でグラフィックチップは安価なものを採用し拡張スロット数も少ないなど機能的に制限されていた。また個人、家庭向けでも98マルチキャンビーが別に存在しバレスターの発売後も98マルチは多機能なマルチメディア PC として明確な区分けがなされていた。 当初は、アリュー的な位置づけの製品であったが、コンセプトが広く受け入れられたため、やがて PC-9821 デスクトップ機の主力製品となった。後期には98マルティの機能も取り込んで、マルチメディア機能も重視するようになり、タワー型の製品も登場して、初期のように安価だが機能が制限されている、といった傾向は薄まった。 1997年の PC98NX シリーズ誕生とともに、大幅にラインナップが整理され、PC-9821V233 を最後に PC、PC-9821 のバレスターは収束した。1997年の PC98NX シリーズ誕生とともに、現在の PCAT5 換気の仕様になった。 当初ロードマップで想定されたものの実際に発売されなかったキャンビー NX や初期に数機種が発売された程度で終わったスリブ NX も最終的に包含されることになった。国内で販売する NEC 製パーソナル用のデスクトップは商品名をバレスターとして統一している。タワー型だけでなく横置きのデスクトップ型も製造されたが後に デスクトップ型は廃止となった。R シリーズや U シリーズのような ATX 規格の機種を除いてオリジナル筐体が多い。縦置きのミニタワー型というスタイルを一般的にしたのは1998年に登場したバレスター NX であり、当時はそのスリムな本体が注目を集めた。その後、具体的にモデルの差を表すため、バレスターの後ろの NX の代わりに、 C や T といったアルファベットが付けられるようになった。ちなみに2004年夏モデルまでの L シリーズにはマイクロタワー型のバレスター NX の面影があったが L シリーズが T シリーズを吸収しデザインも大きく変更されたため今はその面影を見ることはできない。最近では 3D 映像の視聴に対応した機種もあり TV チューナー等再機ではリモコンを使用し テレビや DVD と同じ感覚でストリーミング放送を視聴できた。2015年春モデルで従前からノートパソコンのブランド名として発売されていたラビがデスクトップ型を含めた全ての個人向けパソコンのブランド名として再定義され2014年秋冬モデルまで発売されていたバレスターはラビに吸収統合され98名とバレスターから続いた バレスターのブランド名は20年で収束した。なお、2015年春モデルから、バレスターで発売されていたデスクトップ型パソコンは、ラビデスクオールインワンとラビデスクタワーにそれぞれブランドシリーズ名を変えて、販売される。バレスターの機種一覧を参照。ありがとうございます。